こんにちは、みゆです。お久しぶりです。森です。はい、本当に久しぶりでございます。ご無沙汰しております。はい、100切り企画続いてます。続いてますというか、本番を去年の末にやりたかったんですけど、まあ、ちょっといろいろスケジュールが合わなくて、ちょっと年越してしまって、まあ、これを撮ってるのは1月なんですけど、公開は多分ちょっと3月とかになっちゃうかなっていう感じです。ってことで、いよいよ来ました、100切り本番。ついに。そう。で、会場がちょっと場所変わっちゃって、茨城県の浅見ゴルフクラブさんにちょっとお邪魔してます。はい、とても綺麗なところで、でここね結構いろんなね YouTuber さんが来てて、で100切りとかそれこそやっぱウームとかもやってると思うんだよね、はい、やってると思うとかやってるところで、みゆちゃんもやっちゃおうかなみたいな、こんな素敵なところをご用意いただきました。そうで、どうですか、まあ本番なんですが、ゆるっと入ったが本番です。はい、本音本音。嘘なし？嘘なし。練習できてないですね、あんまり。はい、ありがとうございます。すいません。ってことで、待ちに待ったの、まあ、できてない、まあ年末年始とかだからね、まあしょうがないはしょうがないと思う、うん、まあ、ちょっとガチでいくと、あのコースも変わっちゃったからちょっときついかなと思って、まずグリーンはワングリップ OK にします。あの1回ノータッチっていう説もあったんだけど、さすがにちょっときついだろうって。でもワングリップってあのパターのワングリップだよ、はい、結構それも結構ハードル高いと思うんで、まあワングリップに一応して、隣にいる森大先生これなんで今日森ちゃんいるんだっていうと、ただいるだけじゃないんですよ、森ちゃん。そう、今日はその森ちゃんがもうみゆちゃんを操って、あのもう100切り導くといういきなり、はい、そう感じで、だから本当にそのアドバイスとかじゃなくて、もう森ちゃんの方からもうコース行って、でもうみーちゃんの特徴とか分かってると思うから、まあ、相談しながら何番であっち方向打ってくださいとか、そういう指示をして、まあ、グリーンももちろんラインも読んでいいし、うんうん、あのタッチの加減も伝えてし、ただレッスンはやんないで、うんうん、あくまでもマネジメントってところでお手伝いをしてもらって、100切りできたらなっていう感じです。はい、責任転換だいぶ軽くなった、はい、オッケーオッケー。まあでもやっぱね、重いとさ結果も良くないから、ちょっと軽くなってもらえればって感じなんで、まあちょっとやるだけやってみようっていうまあ3ホールずつ行って、金土日金土日で行くんで、まあ、皆さんあの、まあ、前半まずどうなのか、そうですね、後半どうなのか、価値あるのかこのまま行くのか巻き返しなのかわからんが、とりあえず最初の金土日楽しみ見てくださいって感じです、はい、お願いします。はい、じゃあ、北コースからですね、いきなりパー5ですが、ちょっと準備してお願いします。お願いします。お願いします。よし、頑張っちゃうんだからな。パー5、あそこの白い旗まで167数字入ってます。はい、右バンカー手前数137.8、だから転がってちゃうと入っちゃう可能性あるから、うん、はい、あのちょうど川田道と鶴瓶陣の間ぐらい、左側、はい、左のこの左のラインぐらいで、うん、で傾斜は左から右にこう落ちてるから、ちょっと左と思ったら右側に跳ねてきやすいから、これは右へのですよね、はい、っていう感じかな。気楽に行きましょう。そうですね、最初はちょっとリキーだとしょうがないから、よろしくお願いしますお、いいじゃん。やっぱりちょっと内緒とはいえ右、うん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 、うん、でもあれ計算通りだから。そうですね。ナイス。おお。今日コース乗り入れかだっけ？かです。じゃあ入れるところは入ってっちゃう感じ。はーい。はい。うわ、よかったです。ギリギリ。ギリギリ。こっち行きたくないからって言って言ってくれたのに。めっちゃギリギリです。いや、みゆちゃんこれだったらもう UTT ね、ヘアウェットからの練習場であまりにも当たらなすぎたんで捨てます、今日はUTT で距離考えると練習場の角度右に行きやすいから、はい、まあグリーンの左半分ぐらいの方向を見て、どこ置いてもらってもいいかな、もみゆちゃんだったら。別にその次のショットで乗せるわけでもないから、とりあえず見える範囲に打っといてもらえれば大丈夫。わかりました。今年右行きやすいから気持ち左に向いて、あの正面なの、手
木電柱鉄塔鉄塔、うん、の方向ぐらいで、うん、かしこまりました。行きましょう。ゴロでもいいからホラーギアしないでね。はい、かしこまりました。ナイスナイスナイスショ。今の最今の最後の言葉が効いてましたね。ゴロで上げなくていいよっていうのがなんかもしかしたら頭はい上げられるボール打つの練習してないんだけどさ。はい。いきます。本当に辛辣。これはまあ残りが170ヤードぐらいで右手前のバンカーに入る恐れがある。ちょっとスライス向きなんで、あ右手前ってこっちの右ですね。なんでピンの方向を狙って打っちゃうと曲がってて向こうに入っちゃう可能性あるから、まあ、グリーンの真ん中のちょっと左ぐらいを狙って打ってってもらうっていう感じ。おお、それにしてもすごい。ギリギリセーフ。はい、ナイスです。ありがとうございます。ナイス。76だけど70ヤードってピッチング、オッケー。ピッチングでグリーンの真ん中狙っていこう。はい。もうコロコロでも何でもいいから手前でもいいから乗ればいいって感じで。はい。ピンは見ない。ピン見ない。見ない。ピン見るとまた右投げたらそこのバンカー入っちゃう可能性あるから。はい。グリーン左半分見て。はい。うまい。が、うん。ナイス。いいじゃん。ナイスオン。ありがとうございます。ゆとり、はい、言ったことをやれるって嬉しいですね。言われたこと、よしよしよし。強くとかと思っちゃうとパチンと入る可能性あるから、この辺に、はい、あると思って。ここ全然弱いか。まあ傾斜は超えたから、ここ弱いですね。オッケーです。はい、オッケー。8です。8です、はい。ちょっとグリーン上がまだなんかちぐはぐ感がそうでしたね。して、してと最初のコミュニケーションが通してない感があったですが、それまでは良かったんじゃないかなと。久々だからちょっとあれ、歯車、歯車でちょっと時間がごめんなさい、本当に見当違いだった私も。じゃあ次のホールですね、はい、行きます。お願いします。北2番、256ヤードパー4です。グリーン の左側のバンカーぐらいの方向かな。方向ね。そうそうですね。OK。で傾斜？けど傾斜が右から左に来てるから、私が右行っても多分そんなにこっちに流れるとかないから。はい。白い旗ぐらいの方向。行けば左のバンカーぐらいの方向がベストで。かしこまりました。OK、ナイス。ナイス。方向バッチリです。ありがとうございます。流れていくぞ。はい、巻きましょう。巻きますよ。はい、何を巻くの。進行。そう、進行とスコア。仕上げると108ヤード90と、はい、110は何番ですか。90ですとちょっと足りないですけど7になりますね。100くらいですね。100くらいだと戻ってくる可能性あるか。もう1個上になるとあ、ユーティリティです。あ、ユーティリティ。はい、デッド方向でいきましょう。はい、デッド方向で。超えろ。あちょっと裏目に出ちゃった。綺麗、めっちゃ綺麗だったね。はい。もう乗ればいいから。すぐそこに。はい。ピン見なくて大丈夫。こんぐらいなテンションで。テンションで、そう。テンション。テンションでごめんなさい。うまい。うまい。
ナイスナイス。ナイスアウト。うん。ありがとうございます。いいよ。ここはバンカーも砂の質がいいですね。いや本当になんか軽くないですか？柔らかい感じで。うん。パターで行こう。はい。パターで行きます。もうちょっと最初傾斜ついてるから、はい、そういう最初フックの強く弱くだと強すぎたり弱すぎたりするから、実際のカップここだけどこの辺にカップあると思って打ってねっていうことでした。だ私に向かって打ってねっていう感じだったね。そう私に向かって打ってかしこまりました。あそれいいね今日ね。それでいく、うん、森さん先生に当たるようにカップ何個分とかどういうラインとかじゃなくて、はい、私に向かって打つ本当はダメだけど、まあそうね。もうすぐ引っ掛けた。まあまあさっきのここもあるからね。はい、私のことよ、うん私ここやで。こっこっ。これはうまい。惜しい。オッケー。ありがとうございます。オッケーです。7です。はい。7回。おー、北3番90ヤードパー3。本当に90か？うん、95。さあ、90ヤードって言ったら何で？キャリーで90。何見てんの？ちょっとさ。なるほどね。自分のメモです。じゃあ、ラバイアンで行こう。はい。うまくいったときはキャリーなんだけどさ、あれみーちゃんだんだん低いから意外とこういう打ち上げのとこってそこまでキャリー出ないから、実際はこういう場合はね、それ平坦なとこでは90ヤード出るのかもしれないけど、ちょっと打ち上げてると多分90まで出ないと思う。ボール低めだから、だから7番でもうピン方向で、うん、行こう。これははい、ピンも真ん中だし。そんなことがあっていいものか。え、じゃ何があった？いや何がありました？何があった？すごいかったよ、あの震え方が。震えてました？そう、すごかった。多分見てもらえば分かるかもしれない映像。すごかったよ、あのなんか上げていくときもこういうのってなんか切り取ってもらいたいぐらい。絶対飛ばそうだ感とか、あそこは越えたいだ感がもうすごい伝わってくる感じだから、リラックスして行った方がいいんじゃないかなっていう感じ。わかりました。ちょろって、ちょろって、全部ちょろって適当、なんかほら普通に当たれば絶対行くから、そこまでプレッシャー持たなくていいんじゃないかな。わかりました。でも綺麗に当てたかったな。綺麗に当てなくていいんだと。綺麗に当てるためだけの練習してないでしょ。確かに。綺麗に66怖い怖い。おこ。おこおこ。現実で受け取れないダメ。練習できないこと本番求めちゃダメ。で見えちゃうだけに限らず。はい。たとえ手前でもあれ、手前修理地だから多分平らなとこに出せるから手前でも全然オッケーって感じ。あれを超えようとしなくて別に平気。だからこれからこれぐらいで乗ればいいんだから。確かに。綺麗になんか打たない。はい。うん、いけいけ。結果ナイスって感じ。はい。いいよ。よかった、ね。予定通りよ。はい。一応これ青い首が修理地になってて、はい、で本当はというか多分私たちでよく見るのは青首プラスどこまでが修理地だよっていうラインが本来ならあるんだけど、この度ないんですが、うん、ちょっと状況見る感じ多分この後半そうだよね。この辺が見えちゃってるんで。うんまあ、芝をね、生えさせるために多分動かしてもらいたいと思うの。へぇー。この辺とか全部剥げてる。はい。この本来バンカーだったのかな、グラスバンカーの範囲全部多分そうだと思うから、ピンに近づかない位置で修理地じゃないであろう場所に動かします。動かす。動かす。はい。
いいよ。乗ればいいんだもん。スリオンです。言っとかないと、もう忘れはなかった。よし。That's right。はい。ちょっとやる。左か。はい。来い来い。スリーオンスリーパッドで6回。はい。です。はい。はい。じゃあ3ホール終わって、みやちゃんよりもちょっと先生どうすか。いけそうすか。まあなかなか厳しい状況ではあるかなっていう感じ。弱気じゃないですか。いや、あとはね、そのグリーン上がね、はい、距離感があんま合ってないですね。そうね、パター2パットに しないとちょっとあれだよね。まあ、せめて3パットでいいか。4-4-3だから、パターだけで絶対ないかなっていう、はい。ショットはそんなに言うほど前見てた時よりそんな暴れてる感じはあんまりないかな。さっきのティーショットぐらい、うん、パー5のセカンドだってサードショットだって綺麗に映ってたわけだから、うん、パターだね、パター課題かなっていう感じです。あれさ、森ちゃんのとこになっていくのはさ、森ちゃんにギリギリタッチした方がいいと思う、それとも結構強いコツンって当たった方がいい、止まるぐらいが本当は理想、あのつま先ぐらいでピタって止まるぐらい、そのぐらいなタッチってこと。そうそうそう、わかりました、はい、まあ頑張ってください。ちょっと待って。いや、あの、もう次行こうかなと思って、その次の3ホール後に聞きますんで。かけることはないやつやん。